はい、千葉です。今日は雪が降りました。毎年のことなんですけども、私は防寒をやってないんですね。やらないでやってます。見えないですね。地温何度だろう。はい、ちょっと分かりづらいですけど、今会社から帰ってきて、土の温度ですね。土の温度がこんな感じにさしてる。これが2度ですね。2度です。まだ0度を下回ってないですね。まあ、夜中になって何度になるか分かりませんけども、こんな感じです。はい、こんな感じですね。地植えの方もこんな感じで、すっかり白く雪が降りました。千葉でもうち緑区っていうところなんですけどね、雪降るんですよ。雪が積もりやすいんですね。千葉の街中の方は全然雪がなくて、この辺はちょっとだけ高台になってるっていうか、寒いんですね。寒いとこなんですよ。だもんで雪が積もってしまう感じです。今日は13日、記録用で雪が降りましたと、こんな感じです。